はい、札幌アウトドア&ライフです。今回は倉庫の整理整頓を行いまして、そこでバーベキューを行ったり、近くのお風呂屋さんに行ってみたり、さらには倉庫に宿泊するまでの動画となっております。最後までご視聴いただけると嬉しいです。またチャンネル登録と高評価、グッドボタンをよろしくお願いいたします。'Cause the future is now.